皆さんこんにちは。今日は遺産分割と登記の関係が問題となった再版昭和46年1月26日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。相続人11名の間で遺産分割調停が開かれ、遺産の一部の不動産を相続人近藤つよこら7名で共有するという内容で合意が成立しました。しかしすでに11名全員の共有とする所有権保存登記がされていたため、相続人の一部の債権者である孫谷哲夫がその持ち分に対して仮差し押さえの登記をしました。そのためつよこらが孫谷に対して公正登記手続きに対する承諾を求めて提訴しました。この点について最高裁判所は、遺産の分割は相続開始の時に遡ってその効力を生ずるものであるが、第三者に対する関係においては相続人が相続により一旦取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持ち分の遺産分割による特措変更については民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人はその旨の登記を経なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。論旨は遺産分割の効力も相続放棄の効力と同様に解すべきであるという。しかし民法909条正し書きの規定によれば、遺産分割は第三者の権利を害することができないものとされ、その限度で分割の訴求項は制限されているのであって、その点において絶対的に訴求項を生ずる相続放棄とは同一に論じ得ないものというべきである。遺産分割についての右規定の趣旨は、相続開始後遺産分割前に相続財産に対し第三者が利害関係を有するに至ることが少なくなく、分割により右第三者の地位を覆すことは法律関係の安定を害するため、これを保護するよう要請されるというところにあるものと解され、他方相続放棄については、これが相続開始後短期間にのみ可能であり、かつ相続財産に対する処分行為があれば放棄は許されなくなるため、右のような第三者の出現を考慮する余地は比較的乏しいものと考えられるのであって、両者の効力に差別を設けることにも合理的な理由が認められるのである。そしてさらに遺産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して相続人の持ち分につき第三者が権利を取得することは相続放棄の場合に比して多く予想されるところであって、このような第三者をも保護すべき要請は分割前に利害関係を有するに至った第三者を保護すべき前時の要請と同様に認められるのであり、したがって分割後の第三者に対する関係においては分割により新たな物件変動を生じたものと同視して分割につき対抗要件を必要とするものと解する理由があると言わなくてはならない。なお民法909条正し書きに言う第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法177条が適用されるべきことは右に設示した通りであり、また
孫谷らが本件遺産分割の事実を知りながら本件各不動産に対する仮差し押さえをしたものとは認められないとした現判決の事実認定は虚偽の証拠に照らして公認することができるところであるから、論旨のうち孫谷らの悪意を主張して同法909条正し書きの不適用を言う部分はすでに前提において失当というべきである。したがって強子らは遺産分割による共有持ち分の取得をもって孫谷らに対抗することができないとした原審の判断は正当であって、現判決に諸論の違法はなく論旨は採用することができない。よって強子らの上告を棄却する。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は相続財産中の不動産につき遺産分割により権利を取得した相続人は登記を得なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し法定相続分を超える権利の取得を対抗することができないとしました。改正民法899条の2で事故の法定相続分の相続については登記なくして対抗できるとする再犯昭和38年2月22日が変更されているわけではないという点に注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。